維新チャンネル急遽タイトルをつけましたけれども、はい、スペシャルエディションです合ってないと思うんですけど、はい、いきなりタイトルつけてすいません、はい、今日はですね大阪選出議員の藤田文武衆議院議員と私梅村瑞穂参議院議員でですね府民の皆さんからこのコロナ禍においてこれはどうなのああなのっていうご質問をいただいておりますの で, そうです、ね、藤田議員がスパッと答えてくださいます、はい、では最初の府民の方からのご質問なんです。日本人の海外渡航や帰国者はなぜ受け入れ続けるんですか。そうですね、うん、これでもすごく大事な問題で要するに国内の感染者がどうなるかっていうのはみんな皆さんニュースですごいこう心配されてることの、まあ、ことやと思うんですよ、はい、でやっぱり海外からその新しいウイルスが入ってくるっていうことに懸念を示されると思うんですけど、もっとそもそもの根本で言うとその国家の役割っていうのは法人、まあ、つまり日本人を国内にいようが国外にいようがちゃんと守る、生命と財産を守っていくっていうのが根本原理であるので、だから一番最初に武漢でわーっとなって武漢が閉鎖された時も武漢からにチャーターを飛ばして帰ってきてもらうと。でその人たちは感染の確率はもちろんあったけれども、でも帰ってきていただくと、これはもう当たり前なので、うん、まあここはもう議論の余地がないというか、そういうことだと、まあ、ああいうことですね、うん、そうですね、まあ、自国民ですので ね、 でね、私たちも納得できるところかと思います、うん、もちろんだから帰ってきてもらってフリーパスで活動してもらうというわけじゃなくて、もちろん検査をして、うん、自主隔離をしていただいてというステップを踏んだ上でという、まあ、意味になります。はい、はい、次の質問です、うん、外国の方の入国を受け入れるのはなぜか、うんうん、これちょっと直近の事実関係でいうと、いわゆるビジネストラック、商用のビジネスマンの方はこれまで開いてたんですよね。だから観光客とかはある程度止めてたんですけど、これは止めた方がいいんじゃないかと、特に緊急事態宣言を出すのに、ええ、そのままこの出入国をですね、まあ、緩いままでいいのかっていうのは結構批判があって、うん、で我々実は思い起こしてみると、1月2月の頃に去年のでやっぱり中国の武漢または武漢の近隣だけじゃなくて全土を含めてやっぱり出入国管理厳しくすべきだと、入国制限やるべきだっていうのをかなり提言にも入れて訴えてきたんですけど、はい、政府はかなり遅かったんですよね。そうですね。で今回もちょっと事実関係で言うと13日で政府決定して、1月の、で1月14日の0時からビジネストラックについても、まあ、いわゆる本当に特段の事情がない限りは緊急事態宣言が明ける2月7日まで入国を拒否するということで、今受け入れは止まってるんです、うん、でもこれ遅れた理由はまあ、それは政府は正式な答弁しませんが、やっぱりそれこそ経済的な頭がちょっと、まあ、引っ張って、まあ、いわゆる外交案件ですね、うん、これについてはだからそのあたりで二の足を踏んだのかなと、まあ巷で言われるのは中国への配慮とか、ええ、まあ、そういうことも一つ、まあ、言われる一因ではあります。まあ、これは正式な回答ではないかもしれませんが、そういうことはやっぱり政権の中の思惑としてはあるのは間違いないですね、うん、また一波の時から水際対策がって言われてだったの で、 そ, うです、ね、もうそれこそやっぱり府民の皆様の心配の声は分かるなというところではあります、ね、はい、結論としては、ね、やっぱ結果として水際対策が遅れた、二の足を踏んだで、実際変異種のことは結構ずっと言われてたのに、うん、変異種入ってきてしまったと、はい、いうことはやっぱりちょっとあれ、テレビ番組で菅総理が一人でも見つかったらその国に対してはそこで止めるって言ったんですよ、でもこれ結局押し切られて全部止めたんですけど、まあ、要するに変異種を入れてから止めるって言ったわけですよ。でそれおかしいですよね。絶対入ってくるのも目に見えてたんだから、その前に止めるっていうのはこれ絶対やらなかったことだったのかなというふうには思います、はいはい、では続いての質問参ります。関空だけでも禁止にできないんですか。これはまあ外国人の方の入国でしょうかね、うんうん、はい、これはまあ、いわゆる航空機の発着を成田関空にまあ限定して、まあ、水際対策をまあ資源を集中させようというね、検疫を強化したりとかっていうことでまあ運用してきたんだけれども、まあ、この関空だけはって多分大阪府民の皆さんなんで関空閉じてくれっていうまあお声やと思うんです。でそれは運用上やろうと思えばできますが、今やらなあかんのはそのいわゆる出入国は全般的に総合的に管理しないといけない問題なので、例えば関空閉めても羽田に入ってきて、羽田とか成田に入ってきて
移動してその他の地域に行くっていうことはあるので、だから関空だけでも禁止できないのかっていうと、結論で言うとそれはいろんな手段を使えばできるんです。政府の主導でできるんだけれども、でもそれが果たして意味があるかっていう、だから総合的に水際対策っていうのは考えないといけないっていうのが、まあ答えかなというふうにまあ思います、うん、はい、そうですね。ではどんどん参りましょう、はい、今回の緊急事態宣言が発令したところの都道府県にのみ定額給付金の配布はないのですか、うん、もし検討すらされていないのならなぜなんでしょうか、うんうん、これちょっと事実関係としては、まあ、定額給付金10万円配られました、うん、去年ですね。で今年の1月19日に麻生大臣は記者会見で一律10万円の支給をもう一回やるつもりはないというふうにまあ言ってると。でその理由は、まあ、これまでの知見を生かした政策、的を絞った支援策っていうのをやっていくよという、まあ、そういう逃げ方をしてるんですけれども、基本的にこれかなり膨大な額がかかるっていうのがあって、はい、でまあ、気持ち的には分かるんですけど、これね、もともと1回目の10万円ってなんで配られたかっていうのが結構重要なんですよ、うん、でこれ事実として言ってるのは、国民の皆さんで連帯してみんなで一生懸命頑張りましょうと、難局乗り越えましょうと、だから皆さん頑張ってね、量として10万円配りますっていうのがこれ政府の見解なんですよ、うん、それでもおかしくないですかねと。そういうなんかこれ実は国会でも我々がすごい軸において議論しているのは、うん、政府って保証って言わずに支援って使ってるんですよね、うん、だからその保証をちゃんとしてあげようじゃなくて、まあ大変やろから支援しようっていう、だからそういう発想なんですよね。で我々はやっぱり国からのある種の、まあ、強制で何かを行動制限してもらう、それによって被害を受けたりダメージを受ける方には保証をちゃんとしましょうっていうのが、これがまあ筋論としてあって、だから定額給付金の配布っていうのは、まあもらえる人はそれは嬉しいかもしれないけれども、本来であればやっぱり保証をちゃんとやっていこうっていうのがまあ筋論ですね。でこれね、やっぱり多くの人が単純に喜ばはるから、野党はこれや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 れ乗っかりますよね。今は定額給付金の配布というより、困った人に対して特に保証をちゃんとしていくっていう議論をやっぱりすべきだっていうのが、まあ王道かなというふうにまあ思います、うん、まあ、予算委員会で私もこれ質問させていただいて、安倍総理にもう一律の10万円給付をお願いしたんですけど、それはやっぱり余裕のある人は経済対策として使ってほしい、あとはそのバイトがなくなった人とか、そのシングル家庭は手元のお金がないから、で時間がない、選別していると手元に届くのにすごい時間かかるから、ここはもう一括でっていうふうにお願いした記憶ありますけど、今はちょっとまた違いますよね、状況が。これ定額で配るって、まあ、家賃の支援金もそうだし、あとなんだ、持続化給付金もそうなんですけど、定額で配るっていうのは誰がどの程度困ってるかを政府が把握できませんっていう宣言するのと一緒なんですよ。だからバンって配っちゃいますということなんですよね。でもこれコロナと戦い始めてもう1年なので、誰がどの程度困っていて、で本来であればマイナンバーとかを使ってどの程度困っていて、それに対して適切な保障なり支援をしていくっていうことを、やっぱこれだけ時間があったんで、我々はずっとそれそこが肝だというふうに訴えてきたんだけれども、まあ、そこは成し得なかったっていうのが、まあ、今回この議論がまた振り出しに戻って、なんかみんな皆さんに、まあ、野党は皆さんに喜んでもらうためにとか黙らせるためにみたいな発想でね、この10万円をもう一回配るべきかっていうのはちょっとナンセンスで、もう一回筋論に戻って、うん、まあ、話すべきかなというところでですね、はい、では続いての質問ですね、はいはい、非正規雇用、まあ、バイトやパートの方がコロナに感染した場合の保証はありますか、うん、っていうことです。これ次の質問も一緒にやりましょうか、一緒にまとめて、うん、でもう一つがですね、雇用調整助成金の延長はあり得るんでしょうか、うん、ということです。雇用環境のことを、まあ、従業員の皆さんね、多分一番不安に思われていることだと思うんで、これ非常に重要なことなんですけど、まあ、一応紹介させてもらうと、感染した場合は傷病手当金という制度があるので、うん、これ健康保険入ってらっしゃる方は皆さんこれいただけるので、それで手当がされるということです。であと濃厚接触者の場合はこれ休業されることになるんで、その場合は雇用調整助成金で費用が補助されるという仕組みになってます。で
雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金というのがあって、これはあのバイトさんに適用、パートさんとかバイトさんに適用できる仕組みで、まあ、ほぼ同じですこれ。だから一緒と思ってもらったら、うん、あのそんなに違いはないん で, で雇用調整助成金いわゆる雇調金というやつなんですけど、これ延長するかどうかというのは、まあ、一応報道ベースでは延長されるだろうという感じで、1ヶ月延長って言ったのかな、緊急事態宣言の翌月まで、まあ、つまり今で言うと2月7日なので、3月末までは一応延長はあの大枠、まあ、決まってるかなというところなんですけど、ここから伸ばすかどうかっていうのは結構議論があって、政府はあの、まあ、主流派を打ち切りたいんじゃないかなという感じですけど、私は個人的には伸ばした方がいいかなというふうには思います、うん、というのもこれコロナが明けるかどうかって結構見えなくて、1年ぐらいのやっぱ戦いを今年やらんとあかんっていうのが多分多くの皆さんの感覚であると思うんですよね、うん、でその中で雇用の安定性をあるし、また緊急事態が明けてないと認識して、うん、この雇用調整助成金の延長はしていかないとなということで、うん、これ僕あの去年も特例措置をですね、まあ、やるべきだっていうので具体的に結構提案して、多分厚労生労働委員会で僕が一番何回もやったんですよ、うん、で実際に、まあ、あの我々の主張に近いところまで特例措置が拡大されたんで本当に良かったなと思うんですけれども、うん、まあ、あのやっぱり緊急事態の雇用を安定させる、まあ、いろいろ問題あるんですよ、問題あるんだけれども手続きが煩雑とか、ね、必要な人が受けられないとかいろいろありましたね、うん、そうそうそう、でちなみに雇用調整助成金というのは企業に入るものなので、あの企業から休業保障を得られてない人っていうのは直接あの補填される仕組みももうあのセットされてるんで、だからあの困った方はその制度を使っていただくということで、あの、まあ、頑張っていただくということになると思います、はいはい、ということでバンバンと府民の皆さんからのご質問をぶつけてまいりましたけれども、はい、またですね、あのご不安な点がありましたら大阪維新の会までお問い合わせいただければなと思います。藤田文武議員が答えてくださいますので、はい、で言ってしまいましょう、はい、ということであの急遽、お送りしました。大阪維新チャンネルでしたかね、自分でタイトルつけたいの忘れてしまいましたけども、まあ、的な感じです、的な感じのチャンネルを以上で終了したいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。マスク、手洗い、感染症対策、はい、バッチリよろしくお願いします。ハハハハ。